何がっすか。え、そうじゃないですか。それ1年の仕事やろが。いや、1年の仕事関係ない。俺も1年の頃やってきて。いや、1年の頃やったのか知らないです。僕それ見てないですもん、だって。アメモプラス。おい、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 逃げろ。ちょ、あれ。おいおいおい。ジュースでいいで。あれ？ジュース。ジュースか。今手離せんねんか。ごめんごめん。え、いますか。うん、ちりで。はい。はい、サンキュー。マジの場合だ。いい。あ、マシャチ。はい。マシャチ。ダダダダダ。もうちょっと強くして。なる。はい。あー、いや。てかさ、てかさ、はい、最近のさ、はい、監督のさ、はい、細川ひいきえぐない？細川さんのひいきっすか？え、最近ちょっとなんか柔らかいじゃない？え？いや、なんかもともとお気に起用するやつなのもう定番やん、あいつが。まあ、もうそうなんすかね。いや、もう気してるやんけ、ないやん。もう見ねえでるやろ、それは。細川気に入られてんのは、まあええけど、別にそれは。俺そんな嫌やし。まあいい、細川さん、やっぱ、いい人やからってのもあるじゃないですか、ね。いい人って。じゃあお前何野球素人のいい人9人で野球してきたやん。いや、もう、ボランティアしてる人ら9人で野球してきたやん。なる。なる、うん、そうかも。意味わからへんね、ああいうのが。なんかな、別にさ、なんかぶち切りうまかったしはいいけど、またなんかチャンスの場やん。はい、あいつ的になんか明らかにチャンスの数多いしさ、なんかやる気なくなんねんな、話されたら。まあでも、多分っていうか、普通に結果は残してはるんで。だからそれやん。10回打席立ってヒットを作ったへんかとさ、3回しか打席立てへんってヒットを作ったへんかと全然ちゃうやん。まあ、そこの差やろ、正直。そういうのはマジやる気なんねん、なんか実力で評価しろやって、マジで。もう思います。あ、てかあれっすよね、ん、細川さん多分来月の遠征、うん、多分2年生で唯一行きますよ。は、はい、ガチ、はい、言うてます。誰が言ってたの？いや、僕も細川さんから直接聞いたんですけど。ガチ師匠いいやん。いや、もうそこやって、マジで。このチームでクソなところ。え、だってさ、まず知らんやつとしてるやつでさ、あの意味分からんくない？その大事なさ、発表とかで。あ、でもあれっすよ。だってさ、そんなんさ、目指してやってるやつもおるわけやんか。普通に。うん、なんか、別に俺どうでもいいからいいけど、なんかそれ目標にしてるやつとかはさ、もう発表、メンバーだけ知ってるとか言ったら、マジ裏切りじゃない？普通に。え、でもあれっすよ、2年生で唯一なんで、監督さんが細川さんに言って、それを僕聞いて。いや、だからその同じタイミングにしろやって、めっちゃ思う。マジそれは。え、それ思わん？だってめっちゃそれに向かって頑張ってるやつとかさ、はい、自分知らん間にもなんか実はメンバー俺入ってねえみたいな、意味わからんやん。そういうの貴重やね、このチームの。マジやる気なくなるわ。はい、どうでもいいけど、マジでなんか、マジなんかどうにかならんから、そのお気に入り野球こびったもん勝ちやん。うん、でも自主練頑張ってるんで。そこや、なんや自主練頑張るとか。なる。
おや？てかお前さ、はい、これ使ってる最近ずっとここあるけど。どうですか？ゴシリン。ああ、洗濯。いや、最近ずっとここあるくない？最近はあんま使ってないし。なんで？いや、なんか練習とかでもあんま汚れてないんで、洗濯機でやってもあんま変わんないんかなと思って、てかあんま変わらないんで、それで。え、それ誰が言ってた？え、誰がっていうか、誰も言ってないですけど。は？他の一部も。え、俺最初言うた？いや、俺教えた時ゴシリ言ったな、先輩の絶対ゴシリって。あ、まあそうっすね。はい、え、でさ、ユニフォーム汚れてなかったらええよって俺とか他の先輩が言ったんやったらええけど、何お前勝手に楽してんの？バーバル楽してるっていうか変わんなかったんで、他の1年もそれやってて。じゃあだから1年が楽すんなよって、そうやって、はい、でなんか自主練だけ行ってなんかアピールしてんねやろ。きしょすぎやろ普通に。バル意味わからん。すいません。別にどうでもいいけど、これはやれよマジで。その自主練とどうでもいい。俺はメンバーとかゴシルはやれよ。いいとこバル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 今ですか？うん、そろそろバル今のもいいとこ。なんで？え？いや、え、文句あんの？なんで？え、文句なんかないし。文句は出て言うよ。なんで？ないし。見るだよ、今さっき下でなんか物のとこ悪く。あれえ、いや。あ？文句って言う。いや、そんなに陰でぐちぐち言うたら、さっきの場合で嫌です言うてよかったやん。で、やり、わかりました、やりますってやって、下でぐちぐちに意味わからんねんけど、そういうとこや、お前のアピール精神みたいな、なんか、人の前だけで学校してさ、なんかいいやつのふりしてさ、言ってよかったやん、さっき。で、じゃあなんでやりますっつったの。で、なんか愚痴ると意味わからんねんけど、そいつマジで鬱陶しいし。一緒やん、お前、細川と。お前らマジで、そういうのきっしょいよ、マジで。まあ、確かに。もうこうしましたけど、こうしましちゃうねん、マジで。お前は邪魔、お前。お前とか幸せといて。すいません。ええって、お前邪魔。お前には何か言わんもん。何？すいません。いや、だってお前が不満あるんじゃないの、俺に対して、俺の人に対して。いえ、じゃあ、なんでまず俺がさ、その1年は楽そうなんすの分かってんの？そういうな、ちっちゃい楽がマジでプレーに出んねんって、野球は。はい。だから言ったってんねん。嘘つけ！お前のために。嘘つけ！そんなも分からんで愚痴るやろ、お前。すいません。よしください。道具磨きようか。ダダダダダ大事にしてるわ。はい。
クズばっかり。なる。はい。大丈夫。おお。だるいな。だるくない別に。ゲームとかと思っちゃう。そう。何？いや、大丈夫か。うん、大丈夫。先輩は？さっき上上がらなかった。あ、オッケー。あいつサイコパスか。道具磨き終わりました。まあ別にええよ、今回の件は。もうそんな根に持たんタイプやし俺。ただまあ一個だけ言うとくと、その鍵口言うぐらいやったら面と向かって言うやん。ほんで面と向かって言えへんことは陰で言うな、ぐちぐち。まあ何やねんその態度ってか。は？なんすか。え、なんなん態度おかしいな。おかしいっす。いや、おかしいやろ。じゃあ、僕も一個ええっすか。うん。ええっすか。うん。先輩、ずっと僕のこと、楽すんな、楽すんなとか言うてきますけど、ずっと誰をパシって楽してんの、誰っすか。は？ずっと僕のことパシって、ずっと楽してんの、先輩でしょ。マジやばいな、お前。え、何がっすか。え、そうじゃないですか。それ一年の仕事やろが。え、一年の仕事俺も一年の頃やってきて。いや、一年の頃やったのか知らないです。僕それ見てないですもん。だって。それ、じゃあ今楽していいんですか。じゃあ二年のやらなあかんこととかお前全部把握してんのか。いや、そんな把握してるとかじゃなくて、ほんじゃあ今楽していいんですか。普通にジュースも買ってきたらいいのに、そんな。お前の仕事、それぞれの仕事で楽すんなってだけの話。で、ジュースも仕事なんですか買ってきても。顔持って帰るじゃないですか。人のことはパシで自分楽してんの、そうじゃないですか。何がおかしいんですか、これが。だからお前もう意味わからん。いや、意味わからんことないです。全部正しいこと言ってます。僕何がおかしいんですか。意味わからんやん。おかしくないです。しかもなんか悪口とかも言うな言うな、愚痴も言うなとか言いますけど、ずっと僕この部屋で細川先輩の悪口も監督の悪口も聞かされてるんですよ。悪口ちゃうから。いや、悪口じゃないですか。まあ言うてるだけ。いや、不満じゃないです、愚痴っす。それはオッケーなんですか。ずっとなんか、いや、偉そうなこと言ってますけど、それは自分の棚上げてわがままじゃないですか。ケンとかあいつが貸すやん、マジで監督が。何がっすか、貸すちゃいますやん。お気に野球してるやん、完全に。お気に野球と関係ない。でも悪口言ってるの先輩じゃないですか。何なんすか。いや、別にでも俺言えるけどな、あいつに。あ、そうなんすか。だって監督に言うんですか、今のこと。直接言ったから言ってんだけで。あ、そうなんすか。普通に、明日言うたろうから思っててくれやし。あ、そうなんすか。何やったら。直接言うんですよね、監督に。うん。そうなんすね。あ？オッケーっす。大丈夫？動画届きました。なる。言えるんでしょ？なんすか？まあいいよ、お前マジで。いや、やばくないっすよ。先輩が言える言うから送ってあげるじゃないですか。今から監督送っていいっすか？送ったらええやん。あ、そうなんすか。いますね。送りますね。今知らん。言えるんでしょ、だって。余裕だし。あ、オッケーっす。いきまーす。送りまーす。マジで、どいつか考えたなんて。3、2、1。じゃあ、許せー！許せなさい！あー、そう。許しちゃるわ、ほな。まだね。俺のグローブ磨くか。痛いね。磨くか。許してください。ほな、ちょ、来い。はい。すいませんでした。おい、はい、あ、動かんかい、できばいい。はい、見かあ、足で、はい、マジでピカピカ全然怒るからな。はい、覚えておるよ。はい、足で、足で。ええの聞いた。監督に送信と。タラ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 。